2023年7月14日と15日の2日間、神戸の旧居有地エリアで、日本自動車輸入組合、JAYAによる輸入電動車の普及促進イベントが行われていたので、グッチと川崎仲間のレッチンさんの2人で行ってきました。マットです。メインは車ですが、川崎モータースも出展していて、2022年11月のエイクまで発表された EV バイクが日本初公開されるため見に来たのです。EV バイクにはあまり興味を示さなかった二人でしたが、電動三輪車のノスリスに興味津々、いろいろと説明を聞いてきましたのでご覧ください。青やもんね。ああ、もう倒れへん。これで自立すんねん。はい、うん、内見とかいらんやん。内見いらん。うわ、これでいいやん。これでいいやん。ほら、自立してる。読みにくかった。お前、秋の月にどうよ。あ、いいかもしれん。これ二輪引き上げ口って言って、うん、これ実はこう、ドトリングしてるんですよ。はいはいはい。なので、車のタイヤの方なんで、こっちだけ、なんか縁石とか障害物、はい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 。おー、でも悪いよな、税金かかんねえな。これ税金かかる。いいね、これ。どうどう、お、あ、自転車高さがある。あ、でも2000円ぐらい。2000円ぐらい。足つきは800ぐらい、うん、800ぐらい。何キロでございますか。35キロ、十分やな。ペダルはついてますけど、ここのスロットルで、ペダルこがずにこれでアクセル操作ができる。こっちが横移動 の、 あのストッパーなんで。横移動、あ、あ、おお。で、ここでグッと止めてもらうと、横は動かない。完全自立ですね、これで、はい。おお。こっちも止め、前後も止めてもらう。あ、今解除ください。はい、で、また握ってください。はい、で、ここと、はい、で、うん、前も後ろも行かない。あ、横も行かない。今解除。どんまい。兄さん、どんまい。ここも、ここも見てください。兄さん、それ嫁は乗られへん。あ、そうです。そしたら、おお。あ、いいね。シルプレーキ。これバッテリーは、え、家では充電できるんですか。できます。これ外しできますので。いいやないか。マンションでも使える。5時間ぐらいで使える。5時間ぐらいで。はい、え、距離は何キロ走るんですか、満充で。これか。何キロ。10円、日常使いには全然。一つ注意点です。バッテリーが切れてしまうと、ヘッドライト点灯などの保安基準を満たさないため、走行は法令違反になるとのこと。かといって人力のみで走行しても法令違反になるようです。となるとペダルは一体何のためについているのでしょうか？災害時などやむを得ない場合を想定しているのかもしれませんね。でも販売店さん、これプラザで持ってるんですか？プラザが今ね、なくて、バイク、うん、川崎店。あ、ヤマトで売ってるわ、じゃあ。ヤマトで売ってるわ。ヤマトで売ってるわ。言うてみよう。言うてみよう。この辺見たら、なんか。はい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 。俺と2000買った。2000買ったと思う。そのうちプラザでも出る。おのおさない、あんまり。へ、え、ぇ、ー。